有冇搞錯？創立100周年を迎えた中国共産党。中共はいつもの偉大、栄光、公正という宣伝を強化した一方で、2人の人物、張国焘と王明を批判した。どちらも中共初期の極めて重要な人物で、一人は中共と中国人民解放軍を創設した中心人物であり、もう一人は中共と第三共産主義インターナショナルの間のへその緒だった。この二人はいずれも中国の現代史の上で重要な人物で、彼らの物語は中共にとって非常に重要であるだけでなく、過去100年間の中国をどう見るか、中共をどう理解するかにも影響を与えている。張国焘は1897年11月、江西省平峡市で生まれ、あざ名は外院、別名は徳立といい、1916年19歳で北京大学の余科に入学し、1919年には余科を卒業して学部に入った。しかし彼は学部を卒業することなく、学部入学と同時にプロの革命家となった。在学中は五四運動に参加し、北京学生運動のリーダーの一人として、当時の北京学生連盟の会長を務めていた。当時中国では共産主義を積極的に唱えた有名な知識人として、北京の李大釗と上海の陳独秀がいて、南陳北李と呼ばれていた。李大釗は北大教授で、張は彼の最も自慢の門下生だった。1921年、張は李大釗の代理として上海のフランス租界で開催された中共の創立大会、つまり第1回党大会に参加した。南陳北李はこの会議に参加しなかったため、張が代表となり、中共中央局三人団のメンバーとして中央組織部部長を務めた。張は比較的急進的で、第2回党大会では政治局委員に相当する中央執行委員会委員、中央組織部の部長を務めた。1923年6月の第3回党大会では国民党との連合に反対したため左翼的だと批判された。張は北京で李大釗の労働運動と農民運動に協力したが、結婚したばかりの妻楊士烈と一緒に1924年北京で北洋政府に逮捕された。その時北洋軍閥の曹锟が北洋政府の総理を務めた。同年10月、馮玉祥が江氏の反乱を起こし、曹锟を監禁して政治犯を釈放したため、張も釈放された。その後、国共合作の時期には国民党との協力関係に反対していたため、張が政治的に目立つことはなかったが、中共の政治局常務委員として南部の労働運動にも協力していたという。1927年、共産党と国民党が対立すると、張が権力を得るようになり、当初この協力関係に反対したから、彼は共産主義インターナショナルから直接命令を受け、南昌蜂起を直接計画した。当時、周恩来や朱徳といった中共の大物たちが彼の部下だった。南昌蜂起、あるいは南昌暴動と呼ばれ、中共が初めて武力を掌握した。したがって南昌暴動の8月1日は中国人民解放軍、すなわち中共軍の創立記念日でもあった。だから張は中共の重要な創始者であるだけでなく、中共軍の創始者でもある。南昌暴動が失敗した後、ソ連に渡った張は秘密裏に中国に戻り、上海租界に住み、中国革命を指揮した。1931年、張は密かに上海から武漢に向かい、湖北省、河南省、安徽省の国境地帯に赴き、現地の皇軍の軍事行動を指揮し始めた。当時中国にはいくつかの外国の政権、つまりソビエト政権ができていた。1935年、江西省の皇軍に協力するため、張は自分の本拠地を放棄して兵を率いて北上し、四川省の茂口地区で双方が合流した。当時、張の皇軍は8万人近くいたが、江西から来た中央皇軍は2万人余りしかいなかった。両者が合流した後、張国焘が皇軍の総政委となり、朱徳が総司令官となったが、中共中央軍事指揮権は毛沢東にあった。中共側の資料によると、張国焘と毛沢東の間では、北に行ってソ連に行くか、南に行って国民党と戦い続けるかで意見の相違があったという。中共の内部資料によると、張国焘は武力でこの問題を解決しようとしており、楊健栄がこの情報を毛沢東に伝えたため、毛沢東はその日の夜に逃げたという。その後、毛沢東とその部隊は陝西省北部に逃げ込んだ。張国焘はもう一つの中共中央を設立した。彼は兵士を率いて南下して実際には四川省に向かった。しかし非常にうまくいかなくて何度も敗北した後、陝北に行った。自分が負けて陝北に行ったため自分の中央委員会を廃止せざるを得なかった。張国焘が中共中央を分裂させたというミスを犯したのはこの時だった。この時彼の部隊は実際には5万人足らずになっていた。当時、陝北の行軍は全部で6万人ほどしかおらず、中共は一方ではソ連からの援助を受け、他方では戦いに負けた時に逃げやすいため、北西部にソ連への道を開くことを決めた。そこで1937年、中共は5万人の正路軍を組織して基本的に総動員した。当時、陝西省と甘粛省の国境を守っていた国民党軍は胡宗南だった。彼は行軍が黄河の途中まで来るのを待ってから攻撃を開始したため、半分は戻ることができず、甘粛、青海方面に進んだ。この部分は新疆に行ってソ連への道を開くことを考えていた。しかし最後に胡宗南と青海軍閥馬保法によって全て消滅させられ、わずかな人が延安に逃げた。この敗北は実際には中央委員会の判断によるものだったが、後になって張国焘の闘争路線のせいにされてしまった。部隊の大部分が彼の元の行軍だったからだ。1938年、日本と戦うため中共と国民党が再び協力した。張国焘は皇帝陵を参拝する機会を利用して逃げ出し、中共のナンバー3として中共を離脱することを公言した。毛沢東がナンバー1、張文天がナンバー2。延安のソ連政権で張国焘は人民副主席を務めていた。もちろん中共は非常に不満で、その後彼を除名すると宣言した。1949年、張国焘はまず台湾に行って、それから香港に行って本や雑誌を書いたり、中共初期の内幕を語った回顧録を出版したりした。文化大革命の時、中共が香港で暴動を起こした。中共のことを知りすぎていた彼は、1967年と68年にカナダに移住し、1979年にトロントで死去した。もう一人、今中共から激しい批判を受けているのが王明だ。王明、本名は陳少雨、陳少玉とも言われている。あざ名は露生、ペンネームは3種類の少玉。さらに墓石、長雨、玉石など多くあった。ロシア語の名前にはママヴィチ、ポポヴィチ、クロボフなどがある。王明は安徽省金寨県漱石郷、現在の安徽省六安市出身で、中共中央委員会総書記代理を務めた。中共の評価によると、1930年にソ連から帰国した後、立三路線反対を掲げ、1931年1月の第6期中央委員会第4回全体会議で中央委員会の指導権を握った。1934年までに党内で協情主義、ソ連への迎合、親ソ派を特徴とする左派の冒険主義路線を実施し、革命事業に対する大きな被害をもたらした。中共はもともとソ連共産党の下部組織であり、共産主義インターナショナル、つまり第三インターナショナルを介して中共を指導していた。中共にとって権力の源泉は中国ではなく、ソ連と第三インターナショナルから来ていた。そのため、王明をはじめとする当時ソ連に留学していた大勢の若者たちは、中共の真の権力中枢に近づくチャンスがあり、ソ連にいたからこそ信用されやすかった。中国共産党内のいわゆる28人のボルシェビキと呼ばれるこのグループの人たちは、自分たちがマルクス・レーニン主義に真に精通している革命家であり、毛沢東や朱徳のような人たちはマルクス・レーニン主義を知らない素朴な人だと考えていた。したがって初期の中共の指導者はマリンや李徳などの外国人だったのではないか。あるいは陳独秀、李立三、羅小龍、王明などソ連から任命された人たちだ。王明はとても背が低く学者でもあったが、とても頑固な人だった。彼はソビエト共産党から学び、彼の上司、つまり共産主義インターナショナルの人々は皆ヨーロッパでの革命経験を持っていた。例えば都市暴動、迅速に集合解散できる集会や行進である非行集会、ビラまき、暗殺、労働運動など、欧米の政策は国民党との直接対決であり、妥協しないことだった。1931年、中共中央のスパイの責任者である胡潤章が逮捕され、上海の中共中央の大勢の人々が逮捕された。周恩来らは厚生省の毛沢東のもとに逃げざるを得なくなった。厚生省でも中共皇軍の指揮権は共産主義インターナショナルの李徳が握っていた。李徳はドイツ人でアマチュア軍事愛好家であるとも言われていた。とにかく国民党軍の展開する包囲戦に敗れた皇軍は1934年逃亡、つまり調整を余儀なくされた。中共の言い方によると、指導者である欧米によって皇軍が占領していた地域、つまりレッドゾーンでの活動の 90% を失い、国民党が占領していた地域、つまりホワイトゾーンでの地下活動の 100% を失ったとのことだ。つまり1930年代半ば、中共は中国で大敗を喫し、ほぼ全滅してしまった。この大失敗は誰かが責任を取らなければならない。だから欧米はもちろんその責任者だ。しかし実は中共の失敗は欧米だけの問題ではなく、ソ連の問題でもあった。ソ連は国民党の北伐の成功を望まず、中国に強力な中央政府が出現することも望まなかったので、中共と国民党の間で激しく戦うことを望んでいた。しかし日本の脅威が大きくなると、ソ連は中国に日本人を牽制する力を求めた。そこで1935年、ソ連は介石政権を支援するようになった。したがって当時の中共の失敗は主にソ連の政策に起因するものだ。中共が欧米を批判したのはどういうつもりなのか。当時の政策を話すのは恥ずかしかったので、結局毛沢東との対立が中心問題になってしまった。欧米はその後、国際共産党の代表として介石と接していた。彼は何よりも共産主義インターナショナルに耳を傾け、国民党との同盟を真剣に考えていた。毛沢東はもちろんこれに不満を持っていた。毛沢東は介石と協力して自分の力を伸ばす機会を必要としていた。欧米は知識人であり、人と真摯に向き合っていた。1942年、毛沢東は主に欧米を批判するために延安で是正運動を展開した。欧米はその後、中共の党内で弾圧を受け、毒殺されかけたこともあるという。1950年代にはソ連に治療に行き、ソ連に滞在し、中国に戻ることなく、1974年にソ連で亡くなった。中共が批判したこの二人は、中共初期の最重要人物であり、中共に大きな影響を与えた。毛沢東との熾烈な権力争いに敗れた二人は、海外に逃げ出し、そこで命を落とした。欧米も張国焘も一度も離婚したことがないというのが興味深い。中共党内では周恩来を除くほとんどの指導者が何度も結婚しており、最も多いのは 7、8 回で、劉少奇は7回も結婚していた。欧米の妻はもう慶女で、二人は仲睦まじく二男一女を設けた。1983年9月5日、もう慶女はモスクワで死去し、欧米と一緒に葬られた。張国焘の妻は前にも述べたように楊熾烈で、二人が結婚したのは1924年。楊熾烈はまだ22歳だったが、彼女は19歳で共産党員になり、最初の共産党員の一人だった。その後、楊は張国焘と共に延安に行き、婦人部部長となった。1938年、張が逃げ出した後、楊熾烈は彼を探しに行きたいと中共に申請したが、中共は彼女を釈放できるだろうか。彼らは彼女を引き止めた。彼女の回顧録によると、当時中共の組織部は彼女を解放せず拘束した。一度陳雲が低い声で彼女に、行くなら今のうちにと言った。仕方なくある日彼女は散歩している毛沢東を追いかけて、私は張国焘を探しに行かなければならないと求めた。その後毛沢東は仕方なく延安を離れることを許可した。当時の中共組織部は非常に貧しくても彼女に500元を与え、楊熾烈は子供と妹を連れて延安を出た。その後、楊士烈は張国焘と一緒に台湾、香港に行って、そしてカナダに移住した。張国焘の死から15年後の1994年3月27日、楊士烈は92歳でトロントで亡くなった。二人はトロントのパインヒル墓地に一緒に埋葬されている。何度も離婚や結婚を繰り返した中共の他の指導者たちに比べて、張と王が一度も離婚しなかったのは特徴的だ。しかし、最も重要な特徴は、二人とも中国共産党に大きなダメージを与え、わずかな差で中共を壊滅させたことだ。しかし、実際には中共の中にはそれ以上のダメージを与えた人物がもう一人いた。すなわち毛沢東だ。毛沢東は数千万人の中国人を殺しただけでなく、中共、そして多くの中国人を巻き込んで、ほぼ壊滅的な被害をもたらした。そして中国では共産主義のイデオロギー全体が完全に破綻している。もちろんそのことはまた機会があれば話しましょう。多謝大家。我们下次再见。